はい、こんにちは。相手は一言で言うと赤単色カウンター使いです、えー。エレナ2体のカウンターと攻撃力アップのボルドタスクがいます。えー、対策としてバフ解除、メレンドルとアメトリンを入れています。えー、ゴルメクで防御力を下げ、 スカーレットで攻撃力を下げてくる、えー。対策として一応リガルドを入れています、えー。あとはボリルのカウンターで倒す作戦です。えー、ボリルカウンターがいるので、えー、キリルはコスチューム側にしています。はい、では行きまーす。 はい。では、まずは、えー、アメトリンを育てて、えー、相手のカウンターに備えたいです。はい。まずは、アメトリンの、えー、マナを貯めて、相手のカウンターに備えたいです。はい。では、えー、青玉を消して、えー、相手にダメージを与えていきます。 はいえー、青玉を消してダメージを与えていきますでは、えー、まずは、えー、カウンターを発動し、えー、こちらは3体も回復薬がいます、えー、結構しつこくカウンター役を、えー、回,回復薬を入れていますでは紫を近づけるためにここ行きましょうか はい。では、紫を近づけたので、えー、青も消せる。ここ行きましょうか。はい。順調ですね。えー、しつこく回復はしておいて、えー、青3玉を当ててます、当てましょうか。大穴が開いていますが、いまいち空打ちをうまく使えないですね。 えー、では紫を近づけるためにここ行きますはい回復はしつこくしておきますえー、アメトリンのバフ解除は、えー、温存です温存ですえー、エレナに対してアメトリンを使うつもりなので、えー、アメトリンは温存です はい。では、カウンターが怖いので、アメトリンを当て。はい。順調ですね。はい。こちらはカウンターを発動し、回復をし。えー、どうしましょうかね。えー、アメトリンは備えておきたいですし、 えー、大穴は開いているので、えー、盤面整理はしやすいですね、えー、ちょっとしつこいですけども盤面整理をし、えー、ちょっとしつこいですけど盤面整理をしはいでは行きましょうか、えー、相手の防御力を下げ カウンターを発動しそして、えー、もうアメトリンを当てましょうかはいでは、えー、どうしましょうかねえー、パズルで倒すことを目指す場面ですよねそれともアメトリンで倒した方がはいありがとうございました えー、かなり尖ったチーム構成の方でしたけれども、星4チームで倒すことができました。はい、ありがとうございました。